はい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 。久しぶりに勝ちましたね、ジャイアンツ。ああ、いつぶりっすかね。4連敗してたんで、久しぶりやなっていう感じ、しますし、まあ、すごくね、打線が爆発したというような試合ではあったんですけども、少しね、ピッチャー陣にですね、ちょっとこう、疲れが溜まってきてるというか、ちょっとあまり流れに乗り切れてないというかね、そういったところも、非常に多々あったんじゃないかなっていうふうに思います。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ジャイアンツ対スワローズの試合解説の方をやっていきたいと思います。まあ、久しぶりにジャイアンツ勝ったんで、まあ、良かったんですけど、ちょっとね、井上投手であったりとか、まあ、バルドナード投手とかね、ちょっとこう、乗り切れないなというか、まあ、井上投手に関してはちょっとフォアボールがあまりにも多すぎるし、テンポがあまりにも悪すぎるんで、まあ、実質ね、まあそこまでそんなと点を取られてないっていうところあるかもしれないけども、ちょっとこう、見た目以上にというか、その数字以上に、印象が悪いというか、ちょっとこれじゃ任せられないなっていう風なね、評価にもなりかねないところはあるんじゃないかなと思います。で、まあ、リリーフもね、よく頑張ってくれましたけども、最後のバルドナードも、ちょっとね、ピリッとしないなというか、なかなかこう、最近ね、疲れも溜まってきてるだろうし、暑さもあって、まあ前半戦あんだけ頑張ってくれたっていうのがあるので、まあそこまで強くは言えないんですけども、少し、ちょっと、しんどい時期に来てるのかなとも思いました。はい、そんな感じでですね、今日はですね、得点シーン振り返っていきまして、スタメンの変更点見ていきます。で、最後に、配球チャートなんかも使いながら、僕が気になったところを見ていく。この3本でやらさせてください。はい、じゃあね、まず、得点シーンを振り返っていきたいと思うんですけども、僕のこの辺に、画像を出しながら、見ていきたいと思います。はい、今日はですね、まあ、4対8、8対4というところで、まあ、ジャイアンツが、勝利をいたしました。イエーイというところで、まあ、非常に、まあね、数字だけ見たら、得点だけ見たら、非常に、いいゲームだったんじゃないかなと思うんですけども、まあね、井上投手ですよね。やっぱりこう、先制点取られて、なかなか、点を取ってもらったんだけども、次のイニングの回に、乗り切れないピッチングをしてしまってというところで、非常に印象悪いなっていう感じは正直ありました。で、振り返っていくと、まず1回表、2アウト1塁からですね、村上選手にホームランを打たれると。で、先制点、を決められて、で、2回裏ですね、ここで、逆転ホームランですね、ノーアウト2、3塁で岸田選手の、逆転ホームラン、3ランホームランというところで、得点しますと。で、3回裏ですね、2アウト2塁から、これ大きかったと思います。大城さんの、これ、ライド前ヒットで、追加点4対2になります、この時点でね。で、5回表、2アウト1、2塁から、オスナーにね、レフト前ヒット打たれて、1点。で、1点差、4対3になりますと。なんですけども、その5回裏にですね、ノーアウト1塁からヘルナンデスのホームラン。で、その続く岡本選手もホームラン。で、ワンアウト満塁から船場様選手の犠牲フライというところで、一挙4点取ります、この回ね。で、最後9回表に、まあ、2アウト2塁から宮本選手に、レフト前ヒット打たれて、まあ、4対8というところ、8対4というところでジャイアンツ勝ったんですけども、まあ、ジャイアンツの打線で言うと、非常に、点を取られた後に、すぐ取り返せたっていうのは、非常に結構、まあ大きかったなっていうふうに思うし、まあ今日はホームランがね、非常に多く出たっていうゲームでもあったんで、まあその、非常に、まあ一発で流れをこうグッと持ってきたことができたんじゃないかなと思います。少しまあ、その、まあこれは関係ないかもしれないですけど、なんか、ボールが結構飛んでるなっていう感じはね、ちょっと、しなくもないなと思ったんでね、まあボールが変えてる変えてないはそれはわからないですけども、まあ非常に、まあホームランが出るっていうのは、いい傾向なんじゃないかなと思います。じゃあですね、スタメンの変更点などをちょっと見ていきたいと思います。僕の顔のあたりに、画像を出しながら、見ていきたいと思います。はいですね、まずジャイアンツから見ていきましょう。はい、ジャイアンツはですね、昨日から変わっている点はですね、ファーストだったんですけども、岡本選手がね、今日はレフトに入っておりまして、代わりにファーストが、5番にね、ファースト大城さんが入っておりますと。で、昨日、モンテスがサードでね、5番で出てたんですけども、今日は、6番に坂本さんが出ておりますと。それでピッチャーはね、赤星投手から、まあ、今日井上投手というところで、まあ、やはり4連敗をしてしまっているので、まあ、なんとか連敗を止めたいと
というところで、頑張ってもらいたいなというふうに思っておりました。で、対するスワローズはですね、結構スタメン変わっておりまして、昨日、まあ、西川選手が2番で出てたんですけども、センターで出てたんですけども、今日はセンターに太田選手が7番に入っておりますと。で、昨日、3番に入ってた宮本選手が今日は2番に入っておりまして、で、5番かな ?6 番に太田選手、昨日ライトで入ってたんですけども、今日は増田選手が8番に入っております。で、昨日、7番だった、セカンドの山田選手が今日は3番に上がっておりまして、で、キャッチャーの中村選手が今日は6番。で、ピッチャーは奥川投手から今日は高橋、啓司投手というところで、まあ結構高橋啓司投手、なんか相性がいいのかな?なんかジャイアンツ、そんなに悪いイメージは僕は持ってないので、ちょっと成績は見てないんですけども、対戦成績は。うん。そんな悪いかなっていう感じは あんまりしないので、まあ非常にいいピッチャーではあるんですけども、なかなか今年勝ちきれてないというところがあるので、まあしっかりとね、打線、一丸となって攻略してほしいなというふうに思っておりました。じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところであったりとか、ここがプロの技ですよ、みたいなところをね、できるだけ分かりやすくね、面白く伝えていきたいと思います。はいですね、まず、一回裏見ていく、一回表見ていきましょうか。ちょっとね、これホームラン打たれた場面なんですけど、まあ、結局、今日のキーワードって、フォアボールなんですね。うん。で、僕前も言ってたんですけど、ちょっと巨人のピッチャー陣ね、疲れがあるのかもしれないけど、ちょっとフォアボールが多すぎるんですね、最近ね。ストライクゾーンで勝負できてないというか、ちょっとフォアボールになるのが多すぎる。うん。で、ツーアウトから山田選手をフォアボール。で、ツーアウト一塁で村上選手にホームラン打たれるんですけど、これね。で、結局、スライダーでストライク取って、その村上選手も。うん、スライダーでストライク取って、まあ次、まあ広く、勝負できるよっていうカウント。ピッチャーの有利なね、カウントで、まあストレートを投げていったんですけども、まあほぼ真ん中ぐらいに行って、まあこれをセンターの横ぐらいに運ばれるんですけども、結局まあここのツーアウトから山田選手をフォアボール出してしまったっていうのも非常に大きいと思うし、ちょっと取りに行ったというかね、果たしてこれが、どうなのかなっていう、ストライク取って、まあ、広く、いける場面なのに、ちょっとね、そこを真ん中に投げてしまったっていうところね。ちょっとね、残念だなっていう、初回からね、思いました、これはし、正直言うとね。で、三回表ね、いいプレーありましたね。大城さんがね、ノーアウト二塁で、太田選手のファーストライナーをね、ナイスキャッチありましたね。非常に、ファーストでの出場機会も増えてきて、守備もね、ちょっとずつ慣れ始めてるんじゃないかなと思います。で、この回見ていきましょうか、2回裏ね。この回、ジャイアンツが3得点した回なんですけど、まあ、先頭の大城さんがショートへの内野安打。よく走ったと思います、これね。はい。で、ノーアウト1塁で坂本さんが、まあ、フェンス直撃の、まあ、ツーベースね、打つんですけども、まあ、調子が良かったらもしかしたらホームランになってたかなっていうところはあるんですが、まあね、結果ヒットが出るっていうのは、一打席目に結果が出るっていうのは非常にいいことかなと思います。で、ノーアウト2、3塁で岸田選手のホームラン。これちょっとチャート見ながらね、やっていきたいんですけど、まあ結局、さっきね、ホームラン村上選手に打たれて、まあ嫌な流れというか、そういったところをまあ全て払拭してくれたホームランなのかなと思ってて、まあ結局これもね、先ほどの井上投手じゃないですけど、まあ結局、ボール、球が多すぎるんですよね。高橋奎二も、投手もね。ストレートでボール、カットでボール、カットでボール。で、スリーボールになって、ストレートでストライク取って。で、スライダー、ちょっと真ん中、やや外ぐらいかな。真ん中ぐらいのスライダーを、まあ、ホームラン打つっていうところで、やっぱスリーボールにしちゃうからなんですよね、結局。うん。これで、まあ、3球投げて、まあ、ワンボール、ツーストライクとか、まあ、ツーボール、ワンストライク。ワンボールツーサイドか。ぐらいにできてたら、このホームランって絶対ないと思うんですね。うん。だから、井上投手もそうだし、高橋奎二投手もそうだけども、まあ、ボールが多いというか、高橋奎二投手に関しては、ボールが今日は高かったなっていうふうなところはね、非常に思いました。うん。でもまあ、打った岸田選手はね、非常にナイスホームランだったなというふうに思います。でですね、でですね、次気になったところ、これ、3回表で行きましょうか。これ点取った後のイニングなんですよ。2回裏に3得点入って、まあ3回表。うん。まあ普通で言ったらね、ベンチからとか、まあファンの目線から言ったら、まあせっかく点取って逆転したし、この回はスイスイと抑えていってほしいっていうところがあるんですね。うん。流れをね、ジャイアンツの方に持ってきてほしいっていうのがあるんですけど、これでね、
まあ、ヒット打たれるっていう結果ヒットになるんですけど、ノーアウトランナーなしの先頭バッターのこのね、長岡選手をもういきなりスリーボールにしちゃうんですよね。スリーボールにしちゃう。もうだからその時点で、ちょっと、なんていうの、おいってなるんですよね。普通に、おなんでスリーボール。まあ、だからこれね、例えば初球パーンヒット打たれましたとかやったら、あ、まあ仕方ないな、じゃあ次ゲッツーできるように切り替えていこうかとか話になるんですけど、いきなり、点取った後に、ボールボールボールってなると、お前またかよってなるんですよね。うん。で、まあ、結局1球ストライク取って、3ボール1ストライクから、セカンドへの内野安打打たれるんですけど、まあ、これはもう打たれ方も悪いし、ボールの、なり方も悪いというところで、まあ、ちょっとね、これ乗り切れないなっていうところあるんですね。で、宮本選手が、セカンドゴロで、ワンアウト1塁で山田選手空振り三振。で、村上選手、2アウト1塁から村上選手にフォアボール。で、ツーアウト二塁からオスナ選手をね、空振り三振取るんですよ、フォークボールで。これは非常に良かったと思うんですけども、自分で首振ってね、投げてたんでね、いいと思うんですけど、まあ、やっぱり、長岡選手ですよね、さっき言ったその長岡選手、まあ、ヒット打たれるのは仕方ないんだけど、もういきなりスリーボールになるのはやめてくれよって、乗り切れないよというところです。で、次3回裏見ていきましょうか。これ非常に大きかったですね、これね。ツーアウトからですね、これ岡本選手ね、これツーベースヒット打ちますと。で、ツーアウト二塁から大城選手にこれライト前ヒットで、まあ1点取るんですけども、これツーアウトからなんですよね。ツーアウトからの連打で、1点取るんですけども、この1点っていうのは僕は非常に大きかったなと思います。まあやっぱりホームラン出て、ちょっとホッとしてるというか、あ、よかった、点入って、逆転できてっていうところで、まだ、でもまだ1点差というところで、まだね、気が抜けないというところで、この、大城さんが、しっかりこう、2アウト2塁から、ヒットも出た。これはめちゃくちゃ大きかったなと思います。うん、いい1点だったと思います。ここで4対2になるんですね。うん。で、4回裏も、いいプレーありましたね。これ、相手のね、宮本選手なんですけど、まあ、先頭の岸田選手が、まあ、二塁打打ちまして、で、伊豆口選手がセカンドゴロ。で、ワンアウト三塁で井上選手が空振り三振。で、ツーアウト三塁で丸選手回ってきて、まあ、巨人からしたらですね、もう一点取りたいですよね。っていうところを、ランナーを三塁で残したくないっていうところがあって、丸さんがいい当たりのレフトフライ打つんですよ。なんですけど、まあ、宮本選手ね、もともと内野手の選手、まあ、僕、友達というか、まあ、うん、まあ友達、うん、まあ同じ関西でやってたんで、まあ知ってるんですけど、もともと内野手のね、セカンドであったりとかサードとか守るような選手なんですけども、まあ今外野でね、出てるというところで、まあ非常にね、難しいと思うんですよね。で、この打球も、背走って言って、後ろの打球なんですよ。で、左バッターの打球なんで、すごく難しいんですね。切れてったりするんですよ。伸びながら切れるみたいな。こう、うん、わかりますかね。こう、バーって伸びていくんですけど、最後ね、左バッターのレフトの打球なんで、切れていくんですよね。だから、非常に難しい打球なんですけど、こうやってね、最近レフトを多分始めたばっかりの宮本選手が、しっかりこれをランニングキャッチ、配送でね、ランニングキャッチできるっていうところは、非常に素晴らしいプレーだったなと思います。これで、ね、普通に抜けてて、1点入ってたりしたら、ジャイアンツとはもっと楽に勝てたんですけど、こういうね、守備っていうところはね、大きかったと思います、これはね。で、5回表見ていきましょうか。これ最悪な回なんですけど、井上投手ね。で、これ2アウトからまたこれフォアボールなんですよ。山田選手にフォアボール、これ村上選手にフォアボールというところで、クリーンアップにどんだけフォアボール出すねんって話なんですけど、うん。で、2アウト1、2塁からオスナに、まあ、レフト前ヒット打たれるんですけど、これちょっとね、チャート見ていきたいと思うんですけど、まあ、結局、まあ、これもう地獄なんですよ、投球内容、正直言うとね。うん。で、これも、まあ、フォークボール、先ほど、三振取ったフォークボールから入って、で、まあ、空振り取って、で、ストレートでボール、で、ワンワンになった時に、もう、井上投手があまりにもコントロール悪いというか、制球定まってないんで、まあ、キャッチャーの岸田選手が、どっかでアウト取りたいなっていうところ、オスナもいいバッターなんでね、まともに勝負したくないというところで、ワンワンから少し外して、ファーストに牽制するんですよね。で、まあ、ファーストもセーフになると。で、ツーボールワンストライクっていうところで、まあ先ほどフォークで空振りしてるし、さっきの三振もフォークで行ったから、まあフォークで行こうかっていうところで、フォーク行ったんですけど、まあ少し高めに浮いてしまって、これでレフト前ヒット打たれるんですけど、まあ別にこれ配球うんぬんというよりかは、結局これツーアウトからこれ山田、村上にフォアボールを出してしまうっていうところが、もういただけないというか、もう最悪やなっていう感じ。まだヒットを打たれるんやったらいいんですけど、もう今日に関してはマジでテンポが悪すぎるというか、抑えたいという気持ちが強いのか、ちょっとそれはわからないけど、ちょっともうあまりにもボールが多すぎるっていうところ。うん。
で、ここでピッチャー交代ですよね。交代で船迫投手出てきて、まあ、中村選手をね、まあ、ファーストぐらいにきっちり打ち取れたっていうのは素晴らしいピッチングだったなと思います。で、5回裏ですね、これね、まあ最悪なイニングじゃないですか。まあその4対3まで来るわけですよ、ここでね。で、あ、やばいなっていう、この流れのままやったらヤクルトの逆転あるかもなっていうところで、まあジャイアンツが4点取れたんですけど、これ素晴らしいイニングなんですが、先頭の吉川選手が、まあ、センター前ヒット打って、で、ノーアウト1塁でヘルナンデスのホームラン、これ、まあ、あの、1球目のスライダー、ど真ん中を、まあ、ぶち込むわけですけども、素晴らしいバッティングでしたね。もう本当に、もう、狙い打ったというか、もう、最近ね、ちょっとこう、当たりが止まってたところで、このホームランっていうのは、もしかしたら、調子がね、上がってくるきっかけになるかもしれないと思います。で、その続く岡本選手もホームランというところで、まあ、なんか解説の山本浩二さんかな、今日はで、うん、が、なんかその、スイングした時に、ちょっと後ろが大きいとか、なんかこう結構こう、オーバースイングになってるみたいなことを言ってて、まあ僕はあまりそこまでは思わないんですけど、うん。で、まあ2ストライク追い込まれて、まあ少しコンパクトにいかないといけないなっていうところが、ちょうどうまいことハマったというか、うん。うん、いい感じでね、ラインドライブかかってましたけども、まあパワーあるんでね、スタンドギリギリ、ま、ギリギリで持っていくというところで、まあさすがのホームランだなって、岡本選手ね、思いました。で、星投手が出てきて、まあ、大城さんがレフト前ヒット、で、坂本さんがセンターフライ。これもね、別にね、今日坂本さん見てましたけど、僕そんな悪くないと思うんですね。うん、だいぶね、上がってきてるなっていう。確かにヒットは今日1本、まあ、あの、レフトのね、フェンス直撃のやつだけやったかもしれないですけど、うん、全体的にその打球の上がり方とかが結構いい角度で上がってるんで、あとは、本当に、ちょっとしたこのズレ、芯に当たるか当たらないかみたいなところだと思うんで、非常にね、もうそろそろね、打ち始めるんじゃないかなと思います。で、ワンアウト一塁から岸田選手、ライト前ヒット。で、一、二塁で、伊豆口選手、フォアボールというところで、ここで、中山選手行くのも行かないのみたいな感じになってましたけども、で、ワンアウト満塁で、船迫投手はね、そのまま打席入るんですね。で、なんか、聞いたところによると、大学生ぶりぐらい、みたいな、あの、打席に立つの。って聞いたんですけど、そんな風に全然思えなくてね、レフト、センターでね、もしかしたらワンチャン超えるんちゃうかぐらいの打球打って、まあ犠牲フライになるわけですけど、これもね、素晴らしかったなと思います。あの、ピッチングでもね、いい活躍してくれましたし、バッティングでもね、犠牲フライというところで、素晴らしいなというふうに思いました。で、ちょっと心配なプレーありましたね。あの、8回裏なんですけど、ピンチヒッター中山選手が、まあね、あの、2軍で6割ぐらい打ってて、まあ昇格してきたわけですけど、代打でね、まあ、ピッチャーの強襲のヒットを打ったんですけど、これが木澤選手でもちょっと胸に当たったというか、こう取りに行こうとした時に、こう、グローブに入りきらずに、そのままブカーンってこう胸に当たったっていう場面があったんですけど、ちょっとね、まあ、ジャイアンツからしたら、まあ、中山選手からしたらナイスバッティングだし、ジャイアンツからしても嬉しいヒットなんですけど、ちょっと木澤選手のね、状態というか、ちょっと胸というかね、危ないところにちょっと当たってるんで、ちょっとね、あの、心配というか、これはね、うん、なんか大事に至らない、ようにね、ちょっと願ってます。これに関しては、本当に。はい。でですね、9回表ですね、バルドナードが、まあ、出てきまして、これも2アウトまでは、あの、トントンっていい感じで取ったんですけど、2アウトから長岡選手に、まあ、2ベース。まあ、この打たれるのはまあいいんですよ。で、2アウト2塁から宮本選手に、まあ、レフト前のね、タイムで打たれると。まあ、まだここまではいいんですよね。だけども、ツーアウト1塁から山田選手にフォアボール出して、ちょっとね、この、ランナーが埋まってくるじゃないですか。で、これはちょっといただけないなっていう、思います。で、ツーアウト1塁で村上選手を空振り三振取りましたけども、やっぱり、まあ、理想はまあ3人でね、ピシャリと抑えてくれるっていうのは理想ですけども、やっぱりそれ難しいのは分かってるんでね。うん、だから、その、変にね、これ点差があるんで、まあ8対3とかだったんで、初めね。だから、やっぱりランナーを貯めないでほしいというかね。ランナーを貯めてドカーンって行かれて、例えば同点になりましたとか、あ、1点差ですとかなってきたら、またバタバタするじゃないですか。また体勢が出てきてとか話になるし、で、実際今日ね、ちょっとバタバタしてたんで、体勢も準備してたんで、そういったところで、ちょっとね、バルちゃんね、まあ、疲れが溜まってるのか、ちょっと、多分疲れが溜まってると思うんですけど、ちょっとね、最近ね、ピッチング見てると、うん、制裁を書いてるところあるので、ちょっとね、ジャイアンツね、勝ちましたけども、不安要素も残る試合だったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、てな感じでですね、まあ、今1勝1敗というふうになったので、まあ明日ね、ヤクルトもう1回ありますけども、しっかりね、勝ち越せるように、うん、
まあ阪神であったりとか、広島とかね、調子が良かったりとかするんでね、ジャイアンツもね置いてかれないようにね、もう一回、気を引き締めて、まあ投手陣もねちょっとこう落ち気味ではありますけども、打撃陣もね今日ホームランがすごく出てるっていうところがあるので、まあまた上がって、貴重なところはあるんでね、ピッチャーがダメだったらバッターがカバーすればいいし、バッターがダメだったらピッチャーがカバーする、まあこれ野球の基本だと思いますんで、そこをね、もう一回ジャイアンツ頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じで今日はありがとうございます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はありがとうございます。バイバイ。